者さん、また逃げちゃったんですか？で、ゆるさんに叱られたからため息ばかりなのか。昨日の今日だから最短記録だ。おめでとう。じゃあ出て行ってくれ。じゃあ待って、じゃあ待って、ゆりえさんには怒られるでしょ。早くから一生懸命用意なさってたんですよ。ゆりえには毒など入れるような方には思えません。会ったばかりの信頼関係もない人間が作ったものなんて口にできない。当然今までいらした方とどこか違います。ゆりえは嬉しかったんです。